カーカーヨガファイヤー。はい、柔道二段の健介さん、柔道三段の文太さん。はい。お、いい声ですね。ありがとうございます。柔道家らしい声ですね。ありがとうございます。はい。今日も何か柔道の技ちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、文太さんが得意な技は何ですかね。大外刈りと払い腰ですね。健介さんが得意なのは何ですかね。僕は、まあ、背負い投げとか、あと、まあ、背負い投げに入るためのフェイントとして、肩車とか。肩車。はい。肩車。はい、背負い投げとかは、柔道にわかる僕もわかるんですけど、肩車ってちょっとなんかイメージがつかないんで、じゃあ今日は健介さんと文太さん肩車を教えてもらっていいですかね。はい、健介さん、じゃあ僕みたいな柔道もうスーパー素人みたいな人に向けて、はい、あとはこれから柔道をどんどん学んでいくという段階にある、まあ、中学生とか、うん、に向けて説明してもらう感じでちょっとやってもらっていいですかね。はい、はい、お願いします。で、まあ、肩車の説明をしていきます。まずは僕が右利きなので、右組で右手で相手の襟を持って、左手で相手の袖を持つんですけど、肩車は基本的に喧嘩をつっていって、相手が左手で僕の襟を持って、右手で僕の袖を持っているような、このような形ですね。このような状態で基本的に入る技です。で、背負い投げに入ろうとすると相手は嫌なので、この肘を差し込んで、僕の体が回らないようにブロックしてくるんですけど、この時にそのフェイントもしくはまあ奇襲的な感じでかける技なんですけど、肩車はこの状態で相手が肘を差していっています。この相手の肘を自分の手を返すことによって一度ここにスペースを作ります。で、このスペースの中に潜り込んで相手の足を、自分の相手の左手で抱え込むようにして、こっちの足でこっちの僕の今立てている方の右足で踏ん張りながら後ろに向かってボッケゾールを反り投げのような感じで投げていくのが、これが肩車です。肩車。はい。健介さん、ちょっと今見えない部分もあったんで、文太さんと健介さん、じゃあさっきと体逆にしてもう一回やってもらっていいですかね。状態で僕が右手で下から持っています。で、文太さんが上から潰すような形で肘を指しているので、こう脇を開けさせるように僕の手を思いっきり脇を開けて、ここにスペースを作ります。そこに右足を差し込んで、でこっちの手で相手の膝裏を抱え込みながら後ろに反るように投げていきます。ケンスカさん、これ大事なのはなんていうんですかね、あの力とか結構いりますか。力っていうよりもタイミングですかね。あの入った時に、あと、まあ、背中が丸まんないでしっかり上を見る、この背筋をしっかり使うように反るっていう。ただちょっと一人でエアーでやってもらっていいですかね。はい、シャドウで状態から脇を開けて、このような状態 で目線はしっかり上を向いた状態で、ここからこういう感じ、後ろにブリッジをするような感じです。なるほどなるほど。これ健介さん、動きを見る限りそれなりに、まあ、柔道の動きというか、柔道の基礎の動きというか、まあ、寝技って言えばいいんですかね、投げ技寝技の組み技の基礎的な動きができないとできない技ですよね。そうですね、結構割と動き、そうですよね、しっかり基本ができてない人はできないですよね、フィジカルだけとかね。文太さんはこれ得意ですか。私はあのせいぜいあの初段の時にやったあの肩車っていう別の本当に柔道式のあの肩車ぐらいしかやったことないですね。これ柔道式じゃないんですか。これどちらかというとレスリングの技ですね。レスリングの初段に近いあの入り方で、より実質的な形になってます。今健介さんがやってくれたのは柔道でやると、じゃあ反則ですか。いえ、あの全然、でも今のルールだと多分反則。あ、今のルールだと反則。足持っちゃうんで。あ、なので今それでもなお使おうとする人は帯を抱えたりとか、あのいろいろ工夫はやってます。何が反則なんですか。あのこの足を帯から下を持ってしまうと、これでもう反則なんです。へえ、今そうなんですか。はい。文太さんはちなみに、じゃあそのルール改正って文太さんにとってプラスになりました、マイナスになりました。まあ、正直私はもう奇襲戦法ばっかりやる人間なんで、あの正直マイナスですね。よくこう足抱えたりとか持ったりとかっていうのは、まあ奇襲技でよくある話だったんで、そこできなくなってちょっと幅広く
幅はちょっと狭まっちゃいますね。ケンスケさんはこのルール改正によってどっちになりましたか？プラスですかマイナスですか？もうマイナスにしかなってないです。2人とも結構その古速、古速って言ったらいいんですけど、ちょっとその裏技というか、ちょっと裏回答の技結構やるんですか？驚かすのやったら何でもしますみたいな柔道だったんで。文太さんもその、なんつうんですかね、もうどっしりした、もう体もそうですけど、ちょっと真面目なんで、そういう正攻法でやるかと思って、ケンスケさんも真面目な人なんで、結構正攻法できとったら、意外に二人ともそんな正攻法じゃないですね。いや、もちろん正攻法ではやるんですけど、はい、それで突然、奇襲技とかやったりすると、なおさら相手がびっくりするんで、なるほどね。もちろんそのダブルでやっていくって感じですね。まあ反則じゃないですもんね。ケンスケさん、これは、最初のところはちょっとこう、袖と襟か、掴まないといけないですけど、はい、MMA、はい、もしくはグラップリング、道着なしでもやろうと思えばできますか？道着なしでも、はい。これもうレスリングの技でもあるぐらいなんで。飛行機投げってやつですかね、名前。はい、それも僕よくわかんないですけど、名前はよく聞いたんですよ。はい、ケンスケさん、じゃあちょっと飛行機投げ的な感じでやってもらっていいですかね。はい、道着つかまなかった場合、例えば。そうすると、普通に手首つかんで引っ張ってって感じですよね。そうですね。まあ自分が下から持ってれば、この状態で抱え込んで、このような感じで入っていけば。同じ。あと同じ投げるだけですか。はい。じゃあ使い方によっては MMA でも使えるってことですかね。はい。まあそうですね。あんま見ないですよね、でもね。あんまり。タックルが強すぎますから、ちょっと。あえて、この肩車で飛行機投げ行く前にもうタックルして入ってるような感じだから、そっちの方が早いからか。そういうことですね。なんかタックル切られた後のオプションみたいなので使えるんですかね、でもね。まあ、よく、はい。両方足タックルや、片足切られて片足だけになっちゃった時用によく、やってるレスラー。柔道は、これで1本になりますか？綺麗に投げれば。綺麗に投げれば1本ですか？わかりました。じゃあ、もう1回、ケンスケさん、説明は不要なんで、文太さんにかけてもらっていいですかね？肩車を。はい、もう1回別角度からお願いします。はい、ケンスケさん、ありがとうございます。僕もちょっと柔道組み技の基礎的な動きができるようになったら、ちょっと打ち込みから練習してみたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。キックボクシング楽しい！格闘技楽しい！格闘技やると俺みたいにモテるよ。俺たちと一緒に格闘技やろうよ。せーの、チャンネル登録よろしく。